ジェームズ・エドワード・スミス、サージェームズ・エドワード・スミスは、イギリスの植物学者であり、ロンドン・リンネ協会の設立者である。リンネ協会が入っている、バーリントンハウスの外観の立地の裕福な商人の家に生まれた。1780年代の初めに、エディンバラ大学の医学のコースに進み、ジョセフ・ブラックに科学を学び、ジョン・ウォーカーに博物学を学んだ。 1783年にロンドンに出て研究を続けた。ジョセフ・バンクスの友人でカール・フォン・リンネの息子が没してリンネから引き継いだ書籍、原稿、標本が1000ポンドで売り出された時、バンクスは買い取らなかったが、スミスが買い取り、1784年にロンドンに到着した。1786年から1788年の間、オランダ、フランス、 イタリアの植物学者を訪れ、美術館、植物園を訪れた。1785年に王立協会のフェローに選出された。1788年にロンドンディンネ協会を設立し、最初の会長に就任した。1796年にリンネのコレクションと共にのリッチに戻った。スミスの文献と植物コレクションはヨーロッパ中で有名となり、 ヨーロッパ各地から多くの昆虫学者、植物学者が訪れることになった。1792年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。その後反省は植物学の著作に費やし、フローラブリタニカやザ・イングリッシュフローラなどを出版した。1八百八年から八百十九年の間に出版されたエイブラハムリーズの百科事典に、 ウィリアム・ウッドの後を継いで3348の植物の記事を執筆した。多くの18世紀の代表的な植物学の著作に貢献した。ジョン・シブ・ソープのギリシャ植物誌の出版では出版社と植物画家ジェームズ・サワビーをお手配した。1797年にアメリカの昆虫に関する先駆的な著書ザ・ナチュラルヒストリー・オブ・ザ・レラ・レピダプタース。 インセクツ・オブ・ジョージアを出版した。ジョン・アボットの図版と記録に、新種については、アボットの図に基づいてスミスが解説を書いた。スミスの死後、リンネのコレクションは、スミス自身のコレクションと共に、リンネ協会に購入された。SM は、植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・エドワード・スミスを示すのに使われる。ありがとうございます。